成29年6月24日、今年度の阿蘇郡市中大連サッカー競技が阿蘇市一宮町宮地の阿蘇市立一宮中学校グラウンドで行われ、阿蘇中学校サッカー部が優勝しました。大会には阿蘇市立阿蘇中学校、一宮中学校、阿蘇郡高森町立高森中学校と南阿蘇村立南阿蘇中学校の合同チームの3チームが出場し、リーグ戦方式で優勝を争いました。第一試合では阿蘇中学校と一宮中学校が熱戦を繰り広げました。白のユニフォーム阿蘇中学校、青のユニフォーム一宮中学校、序盤両チームとも一歩も譲らぬ展開でしたが、阿蘇中学校が前半1点、さらに後半3点を挙げ4対0で勝ち、第3試合でも高森中学校と南阿蘇中学校の合同チームを下し優勝しました。翌25日には阿蘇市内牧の阿蘇中学校体育館で阿蘇郡市中大連バレーボール競技が行われ、阿蘇中学校男子バレーボール部が優勝しました。大会には阿蘇市立阿蘇中学校と阿蘇郡南阿蘇村立南阿蘇中学校が出場し熱戦を繰り広げました。青のユニフォーム阿蘇中学校、黒のユニフォーム南阿蘇中学校、試合は阿蘇中が着々と得点を重ね、危なげなく優勝を勝ち取りました。同じく25日には阿蘇市内牧の阿蘇中学校体育館で阿蘇郡市中大連バレーボール競技が行われ、阿蘇市立阿蘇中学校女子バレーボール部が優勝しました。大会には阿蘇中学校、一宮中学校、南阿蘇中学校、西原中学校、小国中学校、南小国中学校の6校が出場し、トーナメント方式で熱戦が繰り広げられました。決勝戦では阿蘇中学校と一宮中学校が対戦し、1セット目接戦の末一宮中が取りますが、2セット目は阿蘇中が勝利、3セット目も両者一歩も引かず接戦となりますが、25対21で阿蘇中が3セット目を取り優勝しました。各優勝チームの皆さん、県大会での活躍を応援しています。